南三陸町立伊里前小学校に勤務しております阿部正人と申します。今回の震災では私たちの想像を絶する状況に我々は今います。この状況はみんなの力で切り抜けるしかありません。ぜひ力を貸してください。私には子供の頃から夢がありました。それは地球環境に配慮した街を作りたい、そういう願いを思っていました。今振り返りますと、この地域はまさに素晴らしい環境に恵まれた地域です。ところがそれがすべてなくなってしまいました。その復興のために私は夢を持ちました。それは世界で一番優れたモデルとなるようなエコビレッジを作りたい、ここからゼロから出発したい、そう願っています。そうして復興の活動をしているときに出会ったのが間宮さんや佐藤さんでした。脇さんでした。彼らはボランティアで南三陸に足を踏み入れてくれました。彼らの話を聞くと、自転車で何かしたいんだと、そういう話を伺い、僕の中に一つアイディアが浮かびました。この町は以前からマウンテンバイクの大会を開いていました。しかしながら今回の震災で5月8日に予定されたその大会をすることはできません。しかしいつかその大会を元の大会のように復活させること、これが一つの復興ではないか、そのようにその瞬間思ったんです。間宮さんに語るとすぐに彼は乗ってくれました。そしていろいろなことをつなげてくれました。この出会いはさまざまなつながりにつながって、今新しいプロジェクトが起きています。うたつ MTB ドリームプロジェクト、私はこのプロジェクトに関わり、この町の復興を支えていきたいと思います。どうか皆さんの力を貸してください。